長崎市長射殺事件。長崎市長射殺事件とは、2007年4月17日に伊藤一町長崎市長が JR 九州長崎駅近くの歩道で山口組警防力団幹部の男に銃撃され死亡した事件。2007年4月15日、長崎市長選挙が告示され、4選を目指す現職の伊藤と新人3人の合わせて4人が出馬した。 4月17日午後7時51分、選挙運動の遊説をしていた伊藤が、JR 九州長崎駅近く、長崎市大国庁の自身の選挙事務所前に到着した。待ち構えていた記者たちと会見を開く予定だったため、事務所スタッフが記者らに市長が帰ったと告げた。直後の午後7時51分45秒ごろ、男に銃撃された。 使用された拳銃は5連発式の回転式拳銃で、男は伊藤の背後から2発を発射し、2発とも伊藤の背中に命中した。伊藤は救急車で長崎大学医学部、私学部付属病院に搬送されたが、心臓と肺が裂けて、すでに心肺停止状態に陥っていたため、心臓血管外科医師清雪教授を中心とした医療チームが人工心肺を用いて、 懸命に治療するも、翌4月18日午前2時28分、胸部大動脈損傷による大量出血のために死亡した。伊藤を銃撃した男は現場で、直ちに通行人に取り押さえられ、駆けつけた警察官に殺人未遂の現行犯で逮捕された後に容疑を殺人に切り替え、被疑者の男は指定暴力団山口組刑水深海の幹部、 会長代行で逮捕時20発ほどの弾丸を所持していた。報道によると、市が発注する公共工事をめぐって、市を恨んでいた、あるいは自身の運転する車が、市の発注した道路工事現場で事故を起こした際に、車両保険が支払われなかったため、と報道されている。犯行当時の目撃証言により後日、送迎を行った者と報道機関へ送った書面の、 大筆を行った者が逮捕されたが、不起訴処分となっており、事件は幹部の男が単独で行ったものと見られているが、動機には不明な点が残っている。なお、事件の直前に被告人の知人男性からの電話が警察にあり、6月27日の長崎県議会総務委員会では、警察の対応がまずかったのではないかとして、議員らに批判さた。一方、 男と三十年来の付き合いがあり、彼の弁護を務めたことのある弁護士の松尾千明は、指導工事現場での事故をめぐり、同容疑者から市側を告訴する相談を受けていたことを明らかにしている。また男は、九八十九年七月に、当時の長崎市長であった、本島等に対し、公表すれば問題になる写真を持っているなどとして、一千万円を要求した。 強化罪水事件を起こしてて逮捕されている長崎市で市長が銃撃されたのは1990年の銃撃事件以来2大連続で2度目であった。銃撃した経緯が違うことから警察関係者はこの2つの事件は全くの無関係で直接的関係は一切ないとしているが1990年の事件の銃撃犯右翼団体 正義塾の若島和美は容疑者の知り合いであったということが判明している。安倍晋三首相は事件を受けて直後のインタビューで捜査当局において厳正に捜査が行われ真相が究明されることを望むと語った。久間秋夫防衛大臣は市長が治療を受けまだ存命中であった17日に万が一のことも考えないといけないとして 投票日3日前を過ぎたら、補充が効かず、共産党と一騎打ちだと共産党、推薦の候補者が当選することになる。法律はそういうことを想定していないと、補充立候補について発言。この発言に対しては、C カズオ日本共産党委員長が批判たほか、塩崎康久官房長官が不適切との認識を示し、小沢一郎民主党代表は、選挙が共産党だ。 自民党だ、民主党だというレベルで論じる問題ではなく、暴力で自分の不満や思いを遂げようとする何でもありの風潮を憂え、きちんと考え直さないといけないと述べるなど、与野党から批判を受けた。翌18日には、選挙期間中に教示があったとき、補充立候補ができるからまだ良いが、できないときにどうなるのか。制度の問題として、きちんと捉えないといけない。 そういう話をするのは不謹慎だが本当にそう感じたと選挙制度の問題について改めて言及した。前任の長崎市長であった本党党は銃撃で伊藤が死亡したことについて2台にわたり市長が銃撃されるのは異常とコメント毎日新聞した。国際的には平和市長会議の副議長であった伊藤が死亡したことを受け 反気分国連事務総長が遺憾と哀悼の意を表明している。当日はバージニア工科大学従覧者事件が発生していたが、日本国内のメディアでは本事件の方を大きく取り扱った。当日は選挙期間中で報道関係者が多数事務所や周辺地域で取材していたため、各局の反応は早く、事件後の午後8時台には事件の第一報が流れている。 また NHK 長崎と NBC 長崎放送は現場の周辺地域に放送局を構えていたことから撮影体制をすぐに整えており倒れた伊藤の姿、選挙事務所員や警察官に取り押さえられた犯人の姿など事件発生からあまり時間の経っていない時の様子を報道している。さらに現場のすぐ近くにある NHK 長崎放送局では 気象予報カメラの音声に2発の乾いた銃声が記録されていた。犯行当日、テレビ朝日、報道ステーション宛に、容疑者から伊藤市長に対して、告発をしている手紙やカセットテープ、合わせて3通の書面が4月15日消し印で届き、犯行当日の番組内において、番組キャスターの古立一郎が紹介した。その際、視聴者から、 容疑者から手紙を送りつけられたのだから、犯行を未然に防げたはずだと抗議され、番組放送中に、これらが到着したのは、今晩だったと古立てが釈明した。しかし、放送翌日には、テレビ朝日に、犯行当日の午前中に、これら書面が届いていたことが明らかとなり、書面は、容疑者の名前が判明するまで知らず、開封してなかったと釈明した。テレビ朝日は、その後、 警察から書面の任意提出を要求されたが拒否し、これを受けて、長崎県警察は裁判所からの令状をもって差し押さえを行っている。これについて、テレビ朝日の君和田正夫社長、当時は状況を見て提出すると判断したまでであり、令状をもって差し押さえられても場合によってはそれを無視することも辞さないという考えを明らかにした。 毎日新聞長崎支局記者の長沢淳一郎、後に共同通信社に転職は、銃撃を受けて倒れた、伊藤の姿を撮影し、その写真は4月18日付の毎日、新聞長官の一面で大きく掲載された。その写真報道は2007年度の新聞協会賞、日本新聞協会主催の編集部門を受賞した。KTN テレビ長崎は、夜9時前のニュースを、 富士テレビから急遽ネットし、現場から中継を行ったため、通常では、長崎で放送されることのない富士テレビのニュース映像が見られるという陳事があった。NCC 長崎文化放送では24時から、九州のテレビ朝日系列で放送される、ブロックネット番組の、どうも、は、急遽、番組内容を変更して、この事件の放送をした。また、二部、 長崎国際テレビを含め、長崎県内の各局は、通常週夜放送を行っていないが、ほぼ夜通しでこの事件を随時放送した。NCC では午前4時30分から通常では放送されない。本来は、この時間は、ま、放送休止中、ヤジウマプラスを放送したが、CM に入ると、長崎市内のお天気カメラに切り替わり、5時ごろ、カラーバーになり、 その後、朝のテレショップ、5時50分から再び、アンニュースという変則的な放送となった。事件の後の選挙戦においては、4月19日に補充、立候補受付が行われ、横尾誠、元新聞記者、殺害された、伊藤の娘子と、田上福、長崎市企画部統計課長、児童失職が立候補した。両名とも超短期間の選挙活動しか、 行えなかったが、いわゆる飛ぶらい選挙となり、結果的に田植えが当選した、横は辞典。伊藤を支援していた自由民主党は、当初、松本博明副市長を補充候補として擁立する予定であったが、副市長本人が拒み、遺族側の後押しも得られなかったため、推薦を断念して、自主投票という形を取った。この選挙において、田植えは、姿勢は、 死没ではなく、市民のものであるとの趣旨の主張を行った。旅行の落選は世襲であるとの批判や、長崎にあまりゆかりのある人物ではなかったことが、要因との分が有力である。また、旅行の落選が決定したとき、旅行の妻、伊藤一長の娘は、このような私有地を受けては、父が報われない。皆さんにとって、伊藤一長はその程度の人間だったのかと、高級た。 この選挙においては、公職選挙法の規定により、期日前投票や、不在者投票での伊藤一長病がすべて無効票となったことや、補充立候補から投票日までの期間が短かった、などの問題が紛失し、公職選挙法上の問題として取り上げられることとなった。この事件は選挙運動中、すなわち職務外の遭難であり、 本来であれば公務災害が適用されにくいケースであるが地方公務員災害保障基金長崎県支部は市長という立場で狙われた事件で公務との因果関係が認められるとの理由から2008年2月21日付で伊藤の遭難について公務災害として認定とする決定を下した。また日本政府は伊藤を14位局日中受賞に助した。 本事件の刑事裁判においては、2008年5月26日に、長崎地方裁判所は、選挙を混乱させるなど民主主義の根幹を揺るがしたと指摘し、被告人に死刑判決を言い渡した。殺人の前科がなく、強盗殺人や身代金誘拐殺人ではない状況下では、被害者一人での殺人事件での死刑判決は、近年では極めて異例であり、弁護側は、 市長への不満をぶつけただけで、民主主義を否定したわけではないと即日控訴し、有期経営の軽減を求めた。2009年9月29日、福岡高等裁判所で控訴審判決があり、一審判決を破棄し、改めて無期懲役が言い渡された。選挙期間中の現職市長が射殺されるという特異な事件で、二審の交際が長山基準に鑑み、 被害者一人での死刑の適比が最大の争点となった。死刑を回避した理由について、松尾正一裁判長は、被害者が一人に留まっていることを十分に考慮する必要があると指摘。その上で、民主主義に対する挑戦であるが、同期は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではないと判断し、死刑選択は躊躇せざるを得ないと結論づけた。 これに対し、被告人は直ちに上告して10月9日、検察庁もこの判決を不服として最高裁判所に上告した。2012年1月16日、最高裁判所第3章法廷、寺田一郎裁判長は、検察と被告双方の上告を棄却する決定を下して、無期懲役が正式に確定した。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。